久々に、ですね、 G1 やってまいりましたので、マイル G1 馬がこれだけ揃う高松の宮記念っていうのも中京初めてでございますけれども、私は適性かなりあると。はい、水上でございます。本日もよろしくお願いいたします。さて、本日の競馬大学は久々に、ですね、 G1 高松の宮記念の展望でございます。あくまでね、3月25日現在の想定で、コメントさせていただきますので、その点はご了承ください。最終結論の方は競馬ラボ血統トレジャーハンティング、概要欄の方にリンクを貼ってありますのでですね、馬場状態とか枠順とか、いろんなファクターが直前ありますので、それらを踏まえた総合的な最終見解を出したいと思っておりますので、ぜひそちらをご覧になってください。それからね、チャンネル登録をまだしてないという方はしていただけたら嬉しいです。では本日の競馬大学開講です。はい、それでは本編に入る前にですね、いつものように、ざくっとした、なんというかね、レースの傾向をめいたことを少し指摘していこうかなというふうに思っています。やはりですね、今年の高松の宮記念、もうこれはね、仕方がない事情ではあるんですが、乗り換わりがね、とにかく多いです。例のこのね、コロナウイルス問題等々でですね、有力馬であってもそういった乗り換わりが非常に多発している。それはね、やっぱり一つあると思います。その変わったことが果たしてどういうふうに出るのか、その辺の判断というのは一つポイントになってこようかと思います。それからですね、あとは本当に数字メーターデータなんですけれども、2012年から中京競馬場今のコースの形態になっておりますので、あくまで2012年以降ということでお話をしますけれども、日本馬では7歳以上の馬が馬券になったことはありません。これはね、スプリント G1 ですから、やはり筋肉とかね、心肺能力とかそういった部分での少し下降線に入ってしまうのはやむを得ないのかなというところもあってね、 G1 だとちょっと辛くなってくるということがあるのかもしれません。最後に、これはちょっと血統的な部分の簡単なデータですが、やはり2012年以降ですね、不良馬場になったコパノリチャード、大和メジャー3区のコパノリチャードが勝った時を除くと、父サンデー系が勝ったことがないんですよ。このあたりもこの高松の宮記念のね、レース特性を物語るものかもしれません。やはりね、秋のスプリンターズステークス野芝で行われる舞台とは違いますから、しかも意外と春雨が多い、やはりパワーシフトをする短距離は、こちらのね、血統の方に、比重がかかる。ミスプロ系だったりストームキャット系だったり、そういったね、系統の馬たちが非常に幅を利かせているというのが高松の宮記念の特徴でございます。まずはやはりマイル G1 馬がこれだけ揃う高松の宮記念っていうのも私は記憶にないです。グランアレグリア、それからステルビオ、モズアスコット、ノームコアとね、この4頭がエントリーしてまいります。この4頭が果たして千二適性がどうなのか、これやはり最大のポイントだと思うんですよね。ということで、まず第一のポイントはこれですね、短距離適性。これ前今言った4頭の中でのということです。最も高いと私が思っているのはモズアスコットです。はい、モズアスコット本当にね、ちょっとフェブラリーステークス頭が下がるというところでした。初ダートでね、ネギシステークス勝って、そのままダート G1 も勝ってしまうという、普通だったらちょっと無理じゃないのっていうようなところでね、勝ってしまう、非常にやっぱり馬個体としての強さというのはすごくある馬かなというふうに思いますね。で、今回は 1200m に挑戦ということになります。どうなのかなというところですけど、私はこの4頭の中では短距離適性が一番あるのはモズアスコットだと思っています。それはね、やはり血統的な部分からの判断なんですけど、とにかくモズアスコットは持続力が異常に強い血統なんですよ。で、これはね、お父さんのフランケルというよりはお母さん方だと私は思います。ヘネシー、これダート短距離が中心のヘネシーにミス脇にニジンスキーかかっているという、どこもみんなかしこも切り取っても持続力というものがフィーチャーされたお母さんの血統なんですよね。私はね、この馬千二で全然 G1 勝てると思います。スプリンターズステークスだとちょっとスピード負けしちゃうかもしれませんが、高松の宮記念だったらという気はね、するんですけどね。じゃあ反対に、このマイル G1 馬の中で一番 1200m の適性が低そうな馬っていうのはどれになりますか？やっぱり気になりますよね。気になります。
現にね、今年のマイル G1 馬4頭っていうのはどれも人気ですよね。人気の一角になります。じゃあその中で1頭でも、まあ、切るとまでいかなくても軽視できる馬がいればというのは確かに分かりますんでね、私はそれはノームコアだと思ってます。はい、まあね、これお母さん方の血統がフサイジリシャールとまあほとんど一緒のね組成をしているということで、フサイジリシャールは故障さえしなかったらもし高松の宮記念あの勢いでゴール前まで来てたんですから、もしかしたら勝ってたかもしれないと、まあ、いう馬ですわ、ね、でその馬とお母さんがほとんど一緒の血統組成いいんじゃないのって思うかもしれません。もしかしたらノームコアここを使ってきたのはそういったことがあるかもしれないんですよ。知れないんですが、やはりねハービンジャー産駒戦に、これはねちょっと心配ですね。もちろんハービンジャー産駒で戦に来ている馬いますよ。だけどそれはやはりね、よくて2勝クラスとかね、手薄な3勝クラスとかね、そんな程度ですよね。やっぱりね、芝のスプリントの G1 まで来ちゃうとハービンジャーでは、少し足らないかなと。雨が降ったとしても、やはりハービンジャー邪魔しちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。1006で軽く切れる馬って実は1002って意外と切れないんですよ。そこが一つのポイント。ノームコア1006で切れ切れすぎるんでね、ちょっとそこは心配かなと。4頭の中ではノームコアが一番対応力はまあないかな。まあちょっと位置取りも絶対下がりますもんね、いつもよりもねペース上がるから。まあそういったことを考えるとそういうふうに判断をします。まあ切る切らないはね最終見解を見ていただきたいんですけど、一応そういう判断をしました。はい、それでは続いてのポイントいきましょう。あいにくなんですけどね、今週末土曜日日曜日も多分なんですけど、まあ、現時点ですよ、3月25日現在の予報は雨なんですよ。道悪適正がもし問われるような馬場ね、重馬場不良馬場になった場合にじゃあどうなんだというのを第2のポイントとして挙げたいと思います。道悪適正、これで判断したこの今回の全出走予定馬の中から一番私が合ってるというか面白いと思う馬、これを挙げたいと思います。それはシバージです。シバージですね、まあね、はっきり言って格下です。格下ですが、このシバージの場合はやっぱり血統的な裏付けはとても大きいと思います。まずはね、お父さん方がストームキャット系のジャイアンツコーズウェイというね、このラインなんですけど、ファーストお父さんファーストサムライで、ファーストサムライのお父さんがジャイアンツコーズウェイなんですけど、このジャイアンツコーズウェイのラインっていうのはストームキャットを基本的に北米血統なんですけど、このジャイアンツコーズウェイ自体はヨーロッパで大成功した種馬です。で非常に芝の深い重いところで、ね、走る子どもたちをたくさん出してきた。ご存知のように日本の芝の道悪適性とヨーロッパの芝の適性はリンクすることが多いです。でシバージはお母さん方がインディアンチャーリーにミルリーフグロースタークというね、これはもう古い競馬ファンじゃないとちょっと分かんないかもしれないんですが、特にミルリーフグロースタークあたりは日本の芝の道悪のもう本当にこの勝馬が入ってたら買いだよと、もう即買いだよと言っていいぐらいの系統勝馬たちでした。この血がシバージのお母さんの方に入ってる。あんまりヨーロッパばっかり集めちゃうと重たくなって、さすがにいくら道悪でも芝の線に対応できなくなっちゃうんですが、ダートの短距離の要素も入ってる、そこでスピードを補って、なおかつ、さっき言ったヨーロッパ血統が重厚に重ねられているということで、芝の道悪というね、その線にという一番この馬に合っている舞台設定になりそうな、そんな気がするんですよね。なので、まあ、もちろん能力が下だってことはあるんですけれど、道悪になればその能力の差を埋めて、まあ勝ち切るかどうか別にして馬券圏突入は十分あるんじゃないかというふうに思ってます。なおですね、まあ、今道悪の話しましたけど、道悪に関しては、別の回の、ね、競馬大学で、ちょっと特集というか解説をね、道悪得意な種馬ということをデータ中心にちょっとお話しした回がございますので、ぜひそちらの方も合わせてご覧になってください。高松の宮記念以外のレースにもね応用できると思いますので、ぜひそちらをご覧になっていただければというふうに思います。はい、では3番目3つ目最後の項目です。それはですね、コース適正ということです。このコースというのは中京芝戦にです、ね、中京だけということじゃなくて中京の芝戦に、このコース適正に、まあ、合ってるというふうに思われる馬、まあ、最も合ってるんじゃないかなというふうに考えている馬を選んでみました。それが何かと言いますと、タワーオブロンドンでございます。
まあ、やっぱりタワーブロンドンね、中距初めてでございますけれども、私は適性かなりあるというふうに思っています。まあ、それは単に左回りのね、同じ東京で強かったからとかっていうことだけじゃなくて、やはりね、さっきも申し上げたように中距の芝戦に今の時期春開催、非常にね、パワーも必要でございます。スピードももちろんいるんですけど、1000人の G1 ですからスピードもいるんですけれども、やはりね、パワー必要です。で、このタワーオブロンドンというのは、お父さん方はどっちかっていうと一本調子な血統です。あのミスタープロスペクターの中でも、まあ、どっちかというとスプリント向きな一本調子の血を固めたレイブンズパースというね、そういうお父さんです。それに対してお母さん方が重厚です。ダラカニにサドラーズウェルズを配合しているということで、これね、強いスプリンターっていうのはお父さんがスピード血統、そしてお母さん方が実は、まあ、2000以上、2400でもいけるよっていうぐらいのスタミナ血統、この配合が実はね、もうこれは昔からそうなんですけど、いいんですよ。あんまり短距離短距離で重ねてしまうと、もう本当の軽いスピード馬ができてしまうというか、力負けしてしまうということが多いんですけども、このタワーオブロンドンはお父さん方がスピード、お母さん方が、まあ、重厚スタミナ系という理想的な G1 を、スプリントの G1 を取るための配合みたいなね、そんなような感じになっております。だからその配合が中京でより生きるというふうに思うんですよね。で、今申し上げたお母さん方の血統を見れば、道悪になってもおそらく大丈夫だと思うんですよ。プラスになるかどうかは別です。ですが、マイナそんなに大きく能力をそがれることはないというふうに私は思ってます。まあ、私はね、このコース適性プラス、まあ、馬場渋ってもいけるよというところ、まあ、タワーオブロンドン一番ね、そういった意味では、まあ、穴がないかなというふうに判断してます。まあね、人気になるんで、これがね、どういうふうな印の扱いにするか、もう本命軸に据えてここから行くのか、まあ、あるいは対抗ぐらいに置いて本命にもうちょっと面白い馬行くのか、まあ、本当にね、枠の並びとか本当にこれも重要ですし、もう直前まで悩むことになると思うんですが、まあ、最終見解はね、繰り返しになりますが、競馬ラボ血統トレジャーハンティング、こちらをぜひご覧になってください。本命馬とお宝馬を公開いたします。それからですね、まあ、あの皆さんの考える高松の宮記念本命馬、まあ、これもね、教えていただけたら、まあ、あの読ませて、いただこうと思います。参考にしちゃおうかなと、ね、思いますんで、下のコメント欄にね、書いてくださったら嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ、もし今日ご覧になってまだチャンネル登録してないという方いらっしゃいましたら、してください。ね、毎回見ていただけたらとても嬉しく思っております。ということで、本日のね、競馬大学はここまでということになります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。